はい、皆さんこんにちは。栄養家の小藪です。本日はレッスン6のパート2のエクササイズを取っていきましょう。自分に解いた後にね、丸付けをするようにしてくださいね。それでは頑張っていきましょう。はい、それではパート2のエクササイズを見ていきましょう。まず1番ですね、単語です。過去1番が名声のある、有名な。はい、これはプリスティージアスですね。スティージアスですね。はい、次が地位。これはポジションですね。ポジション。はい、3番が病気。これはディジーズですね。はい、ディジーズ。そして国、国家。これはネーションですね。5番が歴史的な。これはヒストリーの形容詞形、ヒストリカルです。はい、ヒストリカル。はい、そして6番が捧げる。これはディボートです。はい、このようになりますね。はい、では四角2番ですね。括弧内から適切な項を選び、丸で書きましょう。括弧1番が I think 何々、これは it とか that とかってことだね。はい、これはですね、文全体を見てみますと that とありますね。これは that 説です。 He became a professional singer。 彼はプロの歌手になりたいとですね。はい、ってことはこれはI think it great. SVOC ですね。この it は形式目的語です。形だけの目的語で、本当の目的語はざっと以下になります。彼がプロの歌手になりたいというのは、Great、 素晴らしいと思いますってことですね。過去2番は I find it 何々 that I have to take math class today。 はい、これは bored か boring か、これはですね、 bored っていうね、動詞が退屈させるという意味ですね。もともとがさせるという意味です。はい、ってことはこれも SVOC なんですね。で、ざっといいか。見てください。I have to take math class today. ざっといいか見てみますと、今日、数学の授業を受けなければ、ならないこと。これがイコール、これは退屈させることですよね。はい。ってことなので、これはボアリングになります。人が退屈する場合はね、これは B。受けるになりますけどね、もともとがさせるという意味なので、はい、これはボーリングになります。括弧3番は She takes it for granted。 はい、これもやはり彼女はそれをこの take it for granted、 これは決まり文句ですね、熟語ですね。何々を当然のことと思うとだね、という言い方になります。で、これは Her father will buy her a car。 彼女のお父さんが買ってあげる彼女に車をというね、 SVOO の文です。ってことはこれは文が来てますね。文が来てるとか、これはざっとが入ります。
彼女はお父さんが自分に車を買ってくれるということを当然のことと思っていますということですね。過去4番が I thought 何々 unfair、はい、これもやはり SVOC ですのでこれは it ですね。で、that 以下が目的語です。 I had to do all the work by myself、 自分で全ての仕事をしなければならないということをアンフェア、不公平だと思っていましたということですね。今回はね、形式目的語っていうのが出てきましたのでね、しっかり押さえておきましょう。はい、では四角3番ですね、並べ替えてみましょう。括弧1番、父は私が大学に行くことが重要だと思っています。はい、でまず思っていますが think ですね、 thinks、 はい、で私が大学に行くこと、これが目的語ですよね。父は私が大学に行くことが、はい、重要だ、これが think ですねと思っていますが動詞です、はい、ですので、これは形だけの目的語の it を置きます。で、これが重要だ、 important ですね。で、本当の目的語は、はい、that 以下ですよ、 that、 はい、 I go to college となりますね。SVOC で形だけの形式目的語で、本当目的語はざっとから枯れちまってね、はい、このようになりますね。括弧2番が、多くの若い夫婦が女性だけが家事をすることを不公平だと思っています。はい、この先ほどと同じ見てみますと、多くの若い夫婦が S、女性だけが家事をすること、これが目的語、不公平だ、これが C を持っている句ですね。 Many young couples、 はい、まず思っています think、 で次が目的語 it、 でそれは不公平ですから unfair ですね。はい、 thinkUnfair で that 以下ですね、 that、 そうすると that 以下 only women、 これが S ですね、 do 動詞、 house は家事ね、 を、 そうするとこの they はいらないですね、これ問題間違ってますね。はい、この they はいりませんので、これで答えは OK ですね。SVOC、ね、ざっと以下と、はい、形だけの不定語、ね、ここだね、はい、このになります。カッコ様は、あなたはお兄さんが宿題を手伝ってくれるのを当然だと思っています。宿題までもね、出てきましたが、なんとかを当然と思っている、これが take itこれが take it for granted という事項ですね。覚えていきましょうね。はい、You take it for granted で、that、Your brother will help you with your homework. SVOC ですね。はい。で、ざっと以下が目的語ですよ。ということでね。はい。このようになりますね。はい。四角4番ですね。日本語と馴染みになるように適切な語を入れましょう。括弧1番が、その当時、父は15歳でした。
My father was 15 years old. はい、その当時ですね。はい、今回はですね、at that time 使いましたね。はい。で、the でもいいですよと話しましたね。at that time となりますね。括弧2番が、彼は日本の浮世絵の創始者と言われています。はい。It is said that. これで言われていますだね。はい。ざっといかがのように言われています。He is. はい。なんとかの創始者だ。これが、the father of だね。The father of 浮世絵 in Japan となりますね。はい、お疲れ様でした。今回学習した形式目的語の文はね、ちょっと難しいですね。よく復習して、しっかりね、マスターしてくださいね。それでは、また次回お会いしましょう。See you!